今日さ、うん、TikTok の、うん、こう撮る講座みたいなのやってほしいっていうリクエストが生放送中にあったじゃん。あったね。それだからやろうかなと思います。何も出したんだけど、何やればいいかも。でもなんかこうさ、TikTok 講座みたいな風には出してなくない？そっか。うん。いいや。いい？うん。皆さん、こんにちは。ショリーちゃんのジホです。はい、というわけで今回はね、今回は TikTok の講座を撮っていきたいと思います。と見せかけて、今日はですね、はい、携帯の中身チェックでございます。講座はしない。急いでましたね。講座しない。はい、もう携帯に触らないでくださいね。はい、いいですか。はい、机に置く。携帯を机に置く。はいはい、いいですね、いいですね。講座しないの。講座しないんですよ。今からするのは携帯の中身チェック&履歴チェックでございます。履歴やんだ。さて、しほちゃんは普段何を調べているんでしょうか。やばいよ、多分興味が、ママも興味があります。まあ基本ね、一応まだ4年生、あ、もう5年生なんだけど、5年です、のスマホなので、一応チェックはしてるんですけど、まあ LINE とかそういうことしか見たことなくて、さすがに履歴チェックまではしてないので、これを機にちょっとチェックしたいと思います。やばいっすよ。ほんとやばいよ。やばい、うん、そう。はい、じゃあお願いします。はいはい、じゃあどうしようか。録画します。画面録画してもらって。はい、わかりました。で、しほちゃんちょっとどっちかに寄って、もう少しやります。こんな感じで、で、画面ここに映す感じで、はい、いきますか。はい、もう撮れてるので、今からね、はい、うん、はい、紹介していきたいと思います。はい、で、まずこうなるじゃないですか、この表紙になって、うんうん、表紙は特に写真とかで変わんないんですよ、うんうんうん、こんな感じで変わんないんですよ、うんうん、で、次行くと、最近色別にしまして、はい、でもみんな色別でやってるから流行りに乗りたくて、私も色別にしました。なるほど。赤と黄色、青、緑、白、黒、ゲーム、鬼滅の刃というわけで、はい、じゃあそれを一つ一つポチって中身をアプリを簡単に教えてください。でも最近、うん、使いづらいなってことに気がついて、うん、また戻そうかなって思って。あ、そうなんだ。またとりあえず今はそれなので、それで今はそれなので、これで説明していきたいと思います。はい、赤は、うん、こんな感じで、うん、そうなん、こんな感じで赤っぽいもの、赤っぽいものとにかく赤っぽいものね、はい、赤、完全に赤とかオレンジとかも入ってるんだけど、いっぱい、うん、じゃあその中で一番よく使うアプリは何ですか。赤、赤使わねー。でも YouTube だよね。 YouTube 入ってないんですよ。あ、そうか、下にあるのか。YouTube 入ってないんですよ。うん、最近入れたのは一番、うんうん、上の左にある、うん、このペンのマークのアプリなんだけど、うんうんうん、これね、うん、すごくて、うん、すごいんだ。そう、オレンジ色のペンを持ってるんですけど、うん、そのペンを、うん、で書いたものを消せるっていうアプリ。まあ、専用のオレンジのペンなんだけど、うんうん、そのペンがあると課題とかでも消せるみたいな。あ、あそこで買った。そう、ロフトで買いましたね。ロフトで買いました。今度それね、やるのもいいかもね。ちょっと勉強の合間とかにさ、ね、一回試しに名前で検証したんですけど。うんうん、すごく綺麗に消えます。独特のある消え方で。はい、なるほど。じゃあ赤はそれぐらいですかね。それぐらいでいいですか。はい、黄色いきます。あ、黄色で一回も使ったことないです。うん、あ、本当？ごめんなさい。黄色一回も使ったことないです。はい、で、青は、うん、ルーレットとか、うん、B612、うん、結構使いますね。ルーレットは基本的に、うん、動画なんで使ってるよね。あ、そうだね、動画でね。うん、そうです。たまにルーレットで決めてる。ルーレット生活とかもやったし、うんうん、そういうところでルーレットは使ってました、うんうんうん、で、B612 には写真です。うん、ここに写真撮ってます。はい、写真しか撮れないって。はい、写真撮ってます。
で、緑は、はい、うん、LINE ですね。そうだね。あと最近、うん、セブンで、うん、あ、印刷してます、うんうんうん、緑のね、プラバー、左の右側のところに、うんうん、はい、あ、こうなるから、うん、左側って言えばいいの、あれ逆だった。まあでも、丸しときます。ここにこう丸しときます。ちょっと楽曲でもすいません。ちょっとそれは気にしないで、しょうちゃん喋っちゃって大丈夫です。大丈夫ですか？編集で丸とかしときますので。お願いします。お願いします。あと LINE ですね。 LINE はもう特に友達としかやってないんですけど、うんうん、まだね、5年、新5年生なので、そんなにいろんな人ともやってないし、少数の人とね、こじんまりとやっております。こじんまりとやっております。でもあんまりね、LINE っていう感じの子じゃないので、しょうちゃんは。私はぶっちゃけ LINE 苦手で、奥手な方なんです。逆に奥手の方ですね。それで自分からしないから。そうだね。相手から来たら、あ、どうしよう、あ、うん、うん、バイバイ、なんか、行ってらっしゃいみたいな。行ってなんで送り出してんの。なんか、本当にそ、こんな感じなの、いつも、うん、まだね、慣れてないからね、あれだよね。そうなんです、まだ慣れてないんで。そう、たまに LINE の、送り方をママに教わったりしてて、うん、講座で教わったりしてます。まだ5年生なんで。でもね、難しいよね。なんか LINE ってさ、お友達の中でもさ、送り方とかさ、だんだん個性が見えてくるじゃん。個性出てくる。なんかもう1号ポンってさ、それなとか、うん、だよねとか、なんかこうさ、短い短文でポンポンポンってくるお友達もいればさ、うん、こうなんか長文でボーってボーンってくるお友達もいるし、うん、絵文字が超いっぱい入ってる人もいるし、めっちゃね、めっちゃシンプルな子もいるし、絵文字今全くないだけども、別にそういう冷たいとかそういうんじゃなくて、普通になんかその子特有の喋り方っていうか、面白いよね、やっぱラインってね。だから私は合わせちゃうんですね。そうだね。でもめっちゃ絵文字が、めっちゃ絵文字がついてくる人には、めっちゃ私も絵文字つけるし、うん、全然もうね、びっくりマーク1個ぐらいだったら本当に私もびっくりマークくるし。ですね、うん、合わせますよね。合わせますよね。合わせるの。ママはまあ大人だから、それはもちろんお付き合いの人とかもいるし、それはもうママも高校生の友達からとかの人とは別に気軽で、気軽に別に考えずに送ったりもするし、やっぱ人によるよね。でもしょうちゃんの場合はまだね、どうなの。まだね。そんなこと深く考えなくてもいいと思うけどね、はい、自分の送りたいように送れば。はい、わかりました、はいはい。というわけで、緑は終了です。ただ、LINE はね、はい、言い方によっては相手に冷たく捉えちゃう場合もあるから、それだけは気をつけた方がいい。頑張ります、うん、その言い方ちょっとね、相手になんか あってなっちゃうよっていうのがたまにしょうちゃんあるんですよね。え、あるあるでしょ。ないよね。そんな送り方すんのみたいな。ない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 、あるあるある。これは危険信号ですね。まあいいや、はい、もう LINE の話はいいです。はい、というわけで緑は終了で、はい、次に白いきます、はい。あ、白は、うん、どれも使います。どれも使います。全部使います、私。へえ。でもいつの中でも、でも一番使うのは Google。 Google か。そりゃそうか。なんかこう紹介、みんなにさ、こういうアプリいいですよとか紹介するような感じにしたいんだけど、そんな、じゃあ Google は、Google 紹介してもね。真ん中にあるこのヘッドホンみたいなやつ、うん、そのアプリ、音楽聴いて、うん、ラジオとか音楽聴けるんですよ。うん、それで公式もあるんだけど、なんかね、歌ってみたが多くて。へえ。あ、そういうの好きなんだ、翔ちゃんね。パパが好きなんだよね。パパが好きで勧められて入れた感じなんで。そう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 、パパと翔ちゃん音楽大好きでね、ほんとそっくりなんで。もうそういうところもそっくりなんで。下にも白の YouTube とミュージックが入ってて、うん、この中では Google なんだけど、うんうん、この中じゃなかったら本当にミュージックが多いですかね。あ、使うとしたら、うんうん、すぐ調べて、すぐ聴いて、あ、この曲いいなって思ったらすぐ入れちゃうんだ、私。うん、しょうちゃんほんと音楽よく聴きますね。そうです。でも好きって思わない音楽は正直聴かないんで、うんうん、みんなそっか。最近は何にハマってるんですか。最近は夜にかけるっていう歌とか、うん、インフェルノとか、うん、それ曲名曲名、うん、ですかね。
夜に、夜にかける、夜にかける。あー、それとこの感じね、かける、うんうん、これとあとカタカナでインフェルノ。インフェルノはあの永遠の消防隊っていう、うん、アニメの、アニメですね、もうアニメの、アニメだね、やっぱりね、オープニング曲なんですね。すごいいいんですよ。はい、というわけで、はい、うん、その2つが特に好きです今は。はい、あ、うん、あ、そうですね、そんな感じです。うん、はい、はい、というわけで白はおしまい、はい、ということで次に黒いきます。黒は、うん、TikTok と Netflix と ABEMA TV と、うん、まあまあ特にこの3つ使います。はい、TikTok は、うん、撮ってあげるもの、うん、撮って動画を撮ってあげるって感じのアプリで、はい、みんな知ってるよね、うん、それそんな熱心に説明いらなくない？ Netflix はアニメを見たりします、うん、はい、アニメとかドラマとか、はい、映画とか、はい、検索するそうです。でもこちら有料になりますのでね。うん、そうですね。で、上にあるアベマ TV も、うん、あ、無料で見れるやつは見れるんですけど、見れないやつもあって、はい、見れないのは主に有料になります。はい、で、アベマ TV は特、あ、私もアベマ TV、 私もアニメ見ちゃってるんですよ。もう、うん、なんて、アベマ TV って言ったら京介かな。京介を見るためにアベマ TV をなんか見始めたんだけども、うん、結局アニメも見てみたいな。そう、そんな感じです。幅が広がってってる感じよね。京介とか、うん、うんうん、狼くん見てました。今のちゃんは見てないんですけど、うんうん、狼くん見てました。はい、あと京介見てて今も見てるんですけど、うんうん、それでね、最近アニメを見始めてみたいな感じで、うんうんうん、今日京介じゃない？そうだね、月曜日。あ、そうだね、そうだね。ということで、はい、はい、そうですね。それでどう？それで、あとこのね、うん、アベマ TV の隣にあるカメラのマークのアプリは、はい、写真とか、うん、あと写真を加工したりできていいんですよ。一つのアプリで写真撮って加工できてなんで、すごいんですよ。こんな感じで、はい、こんな感じで。おお、撮った写真をすぐそのまま加工できちゃうんだ。そう、うん、めっちゃいいんですよこれ。よく使ってる？使ってます、最近よく使ってます。ハマりやしちゃって、へえ。このアプリハマっちゃって。よく使ってます。はい、あとはそうですね、あとはたまに計算するぐらいです。ああ、計算計算機で算機、ね、たまに計算するぐらいです。はい、使いますね、何気に。はい、ゲームは、うん、隣にある次ゲームなんだけど、うん、ゲーム最近やってなくて本当にアニメにハマっちゃって、うん、やるとしたら友達なんですけど、うん、友達がね、しょうちゃんの携帯持ってよくゲームするんだよね。友達がおとくんおすすめって言うとしたら、うん、みんな言うな、お絵かきバトルっていうアプリがあるんですけど、うん、それでよく、うん、遊んでます。私も書いてるんですけど、15点とか0点取ってる人いました、友達で。え、そこに入ってるの？うん、これです、これ。ああ、それ1個のやつね、1個のやつ、これなんですけど、うんうん、靴ってさ、うん、お題出されるじゃん、うん、テンって打って、うん、でもう押しちゃうの、うん、決定みたいな、うん、そうすると0点になります。はい、さすがに点じゃダメなんだね。点じゃ0点なんですよ。なるほど。はい、というわけでお絵かきバトルは最近よく友達とやってます。あ、でも最近やってないか。あ、最近やってない。最近はね、遊びに行けてません。行けてないわ。もうほんと自粛自粛で、もう2ヶ月ぐらいゲームやってないですよ最近。よく考えたら遊んでないもんね。友達といるとしたらワッキーバトルです。うん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 、はいはい。というわけで、気になる、あ、最後なんですけど、うん、気になると思いません？鬼滅の刃って項目、うん、何ですかそれは。気になると思いません？思いますよ。私、鬼滅の刃ハマりだした頃だっけなに作ったんですけど、最終的に何も使わなくて、うん、消してもないっていう。あ、じゃあただアプリがあるだけ、うん、作ったアプリが入ってるだけ、中身も何も体、うん、それは何、中身を入れてもいいの？設定したら入れられるね。あ、設定したら入られるってこと？ YouTube の
画面を炭治郎にしたり、うん、ああできるってことか、うん、設定したらできるんだけ ど私してなくて、うんうん、怖くない、うん、元に戻んなかったらどうしようみたいな。確かにちょっと怖いからやる、ね、怖いので私は、うん、アプリは特に入れてないんですけど。え、それは誰がいるんですか。ですね、カナオと炭治郎のペアのペアがあります、うんうんうん、はい、カナオが全体的に多いんですけど、うん、で次に善一と伊之助のペアです、うん、でラストにしのぶちゃんと富岡さん、この辺で飽きました。飽きましたもう作れなくなっちゃった。そうそう、うん、あのおばみつとかもそういう辺も作りたかったの、うん、本当は前列とかにしたかったんだけど、うん、飽きちゃってそっから作ってないっていうそれは何なんですか。じゃあ目の保養。そうですね目の保養ですね。そうですねそれで終わりかな。それであと下に白コロがいるぐらい。あ、白コロ、それもこれも作りました。作った何もないやつですか。何もないやつ、こんな感じで白コロ何にもないです。はい、はい、そういうわけで以上ですかね。いよいよ待って、いよいよ次どうしましょう。 Google の検索履歴にしますか。 Google しか見れないし。そっか、じゃあ Google で。はい、はい、私本当にね、うん、え、本当に見る、うん、見る、うん、え、どう見んの。行くよ、見ちゃうよ。はい、ママに、はい、ママに見えないだけ見して。どうなってる、もう映ってない。やばいよ、映ってる、映ってる、映ってる。やばいよ。ラクネバノーマンリトルバーニー。あ、これリミにあのグッズをね検索してって。あ、エマのを調べてたらリミノーマン推しなんで、うん、ノーマンのあのリトルバーニーのやつさ見せてよみたいなこと言ったから検索しました。なるほど自爆少年花子くんグッズ。あ、グッズ調べたかったんです。あ、まあ映ってる。グッズ調べたかったんですねグッズが欲しくていつも眺めてるんです私。グッズのね眺めるの好きすぎてやばいんですよ最近これ全部さ、ヤクネバとかさ、ガチャマニアとかさアニメ系、鬼滅の刃、映画ヒロアカ4期アニメ、フーズ、中がやめてからかい上手の高木さんって何うん、そういうアニメ、アニメがあるの。漫画があるんですよ。へえ、あれ漫画で言ったあれあれって言われてもわかんないんだけど何いやだいやだいやだ。ちょっとあ、五等分の花嫁は知ってる。知ってるの。うん、結構人気なね、やつ。うん、人気だと思う。あ、これね、永遠の消防隊あ、でもちょっと出てきたよ、計算プリント4年生唯一勉強系唯一勉強系来ましたしかしその後またヒロアカ、ヒロアカ、あ、理科5年生問題、あ、ちょっと来ましたよ、いい感じの問題系。理科小学生、やだ。え、でもその後トマトあ、トマト食べたくて。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 トマトの写真を眺めた。トマト食べたくて写真を眺めようと思ったの。変わった子だ。で、トマト。すごいね。何キルアって。キルアあるか。うん、TikTok で。キャラを調べた。あ、そうなんだ。あの声優さんの声で誰かなみたいな。いやー、なんかもうお名前はこれみんななんかあれですか。声優さんで、声優さんですよね。そうですね。すごい、無一郎声優とか調べてますねエマ。友達に友達に友達のラインをする。ああ、これちょっとママが調べた。ママが調べたんで、そう、なんかちょっとラインのね、うん、そう、友達でつながるためにちょっと分かんなくなっちゃってやだ、もう後悔したくない。やば、やばこれ。そう言われると思ったから私は後悔したくなかった。あ、でもなんか都道府県面積とか出てきたよ都道府県面積、私分かんなくて、うん、テレビ見てたらね、都道府県のね、あー、クイズ番組やってたよね。クイズ番組がやってて全部外れましたえ、北海道当たったでしょ。あ、北海道当たった。北海道なんか都道府県で面積の大きい順3つみたいなね。北海道なんて答えになってるよ。私はなんか北海道、新潟、とんみたいなみたいな感じだったんですけど全然違くて、うん、北海道なんだっけまあとりあ
れないじゃん。あれなんか福島県とか3位だっけ？うん、ちょっと覚えてないな。なんかあれ、あ、そうだそうだ、岩手だ。2番、2位が岩手で3位が福島県でした。そう、岩手県が2位だったね。あ、なるほど、ね、私勉強わかんないからわかんなくてあ、取れちゃった。はい、ということで以上でよろしいでしょうかね。はい、はい、もう大丈夫、公開しちゃったんで、もう公開しちゃったんで、はい、でもなんか、漫画オタクですね、なんかね、携帯が最近やばいですね、ハマりすぎてますね、漫画にねそれほどでもそれほどでもないじゃないじゃんというわけで、どうだったでしょうか、私の携帯の中身あまりこうなんか特殊なアプリは入ってなかったね。定番だね、ド定番が多かったね。何入ってると思った？なんかこう、これおすすめなんですっていうのがなんかあるかなと思ったけど、特にないっすね特にないっすね特にないっすねですね、ですね、はい、まあ、定番がいいんですよ、定番が使いやすいんですよ、みんな使ってるアプリで使いやすい基本ですから。まあね、はい、まあ色別もね、もうすぐ変えちゃうそうなので、うん、これは見納めかもしれない。これはもう変えます使うアプリはちゃんと上の方にして、うん、そうだね、使わないアプリは消すか、そうだね、この方に行くかみたいな、この方がいいかも、の方が使いやすい、うん、私は使いやすかったんで、はい、はい、というわけで今回はね、私のスマホのね中身の紹介をしてみました。本当は TikTok 講座だったんだけどちょっとやられちゃってということで、今度はママのね、はい、うん、したいなと、ママの携帯の中身をしたいなと思います。